안녕하세요. 안녕하세요, 여러분. 오늘은 이나즈마 페스티벌이라고 이틀에 걸쳐서 하는 패션 페스티벌이 있는데 이 페스티벌을 이제 주최를 하는 편집장님께서 이렇게 주셔가지고 감사하게도 올 수 있었습니다. 어떤 페스티벌인지 한번 가볼게요. 자, 오늘의 패션 체크를 한번 뭐였지? 어떻게 시작했지 이거? 어쨌든 오늘의 코디를 보여드리겠습니다. 오늘의 코디는요, 더블 RL의 왁스 자켓이고요. 그리고 이 숄카라 니트 가디건은 아레볼이라는 브랜드고요. 인버 앨런이랑 같이 콜라보를 해서 만든 니트예요. 그 머플러도 마찬가지고요. 같은 아레볼이에요. 그리고 데님 베스트는 더블 RL, 그리고 바지도 더블 RL입니다. 부츠는 샌더스의 조지 부츠입니다. 그리고 넥타이도 더블 RL. 그래서 안경은 50년대 타르트 옵티컬 빈티지고요. 오늘은 이렇게 입고 와봤습니다. 자, 여러분, 가봅시다. 그 LA에서 열리는 세계 최대 규모의 그 프리마켓이 있는데, 거기도 저도 몇 번 가봤거든요. 거기랑 뭔가 비슷한 분위기 조금 나긴 합니다. 편집장님을 찾는 미션입니다. 이제 어디 계시는지 한번 찾아볼까요, 여러분? CG가 바뀌긴 했는데. 죄송해요. 이제 좀 더 있을 거. 아, 예. 인터뷰 있을 거. 인터뷰. 그거는 코트셈이야. 아, 도움은 거야. 간단히. 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 마이크 할 때. 아, 수고. 세컨더의 편집부의 주혜です. 주혜 さん でございます. 이케멘데 파셔너블인데 편집 능력이 뭐 素晴らしいので. 제 세컨더의 雑誌 여러분 見てください. 見てください. 저는 파션 체크 삽 지금 오시고도 중요한데 이쪽이도 ありますけど. 먼저 이 프리미 마켓에서 샀던 거가 これと これ. 이거가 크레센트 다운왁스의 다운인데 이거가 리의 자켓. はい。で、これが井上ブラザーズっていうアルパカのカフェなんです。レイヤードがすごい。1、2、3、4枚。 J プレスがパンツ、パンツ、あ、J プレス、靴コンバースで、靴コンバースでブルックスブラザーズのニットに、はい、これまたこれなんだ。これはですね、モヒートっていう日本のブランドのカットソー着てます。何枚着てるんですか。いや、寒いのが怖いだけなんだ。レイヤードとかじゃなくて、レイヤードとかじゃなくて簡単にやってもおしゃれなのが、これ本当のおしゃれ。そうです、本当のおしゃれ。セカンドの雑誌見てたら、あ、周平さんやってことで、皆さん興奮してください。はい、興奮してください。ぜひ。素晴らしいな、ありがとうございます。あ、いえいえ、ありがとうございます。この周平さん。おお、彼女の日本と同じ、日本語と同じぐらいの。今日はプリマーケットで、規模が明日よりは多分小さい。ハンバーガーフェスティバル。ハンバーガーフェスティバル。おはようございます。やってまいりました。ありがとうございます。ご招待いただきました。もう終わりだよ。あ、2時までだよ。びっくりしました。今日時間見たら2時までって書いてあって、僕4時までだと思ってたんで。これいいね。これ。これ無線。ちょっと待って、うちの映像舞台。韓国の有名な YouTuber。やめてください。やめてください。ああ、なんか出てたね。もう日本のファッション界を代表する方々で。日本語で大丈夫な YouTuber。あ、全僕は翻訳するので。日本語。あ、そう、中国語。そう。あ、ちょちょ、わし、すんたぶん。それ、若干フランス語にも聞こえるので。あ、そう。じゃあ、編集長からお名前いただいて。松島です。松島編集長でございます。はい。ライトニングとセカンドクラッチマガジン。今クラッチマガジンとセカンドですね。クラッチマガジンのセカンドの編集長をされています。そうです。はい。あ、そうです。お願いします。あ、僕はライトニングの編集長をやってます。そうです。小池と申します。My name is Shogo. How are you? あ、おっしゃ、おっしゃ、そんたも。あ、ねね。今のはドイツ語ということにしてください。ライトニングとクラッチとセカンドといえばですね、日本も本当にトップの雑誌の。でも今日寝巻きだよ俺。大丈夫。皆さん、これ寝巻きがこのおしゃれですよ。いやいや、寝巻きサンダルだよ。電話もかかってきちゃう。あ、電話も。稲妻フェスティバルの。今日はね、稲妻フリーマーケット。稲妻フェスティバルじゃなくてフリーマーケットなの。そう、明日が稲妻フェスティバル。あ、本番明日。本ちゃんは明日なんですね。今日はこうやってみんながこう持ち寄って地べたでやってるフリーマーケットなんで。はいはいはい。明日はあっちが全部イベント会場なんで。じゃあ規模はもうちょっと違いますか。15倍ぐらい。明日も行きましょう。明日はすごい人で何万人来ます。あちゃもう1時間ぐらい行列。今日なんかスッと入ったんであれと思ったんですけど、今日は全然、今日はもう余興。あ、余興。主催はライトニングと。そうです、ライトニングでしょ。ライトニングは稲妻でしょ。ああ
はいはいはい。明日はほら今トラックがさ、はい、ハーレーダビッドソンのさトラックがいっぱい入ってくるんだけど、そういうハーレーダビッドソンのバイクとかが試乗会やったりとか、インディアンモーターサイクルとかも今来たりとか、もうちょっとそういう意味ではスケールが、こんな地べたで物売る人いないです。明日は。ただいろんなブランドがここで売るんで。稲妻フェスティバルがすごいのは、例えばウェアハウスとか、はい、リアルマッコイズとか、はい、有名なブランドが 50% オフとかで買えるの、このイベントだけなんです。この人たちは普段セールもないから、リアルマッコイズとかフルカウントとか、はい、ウェアハウスとか、そういうジーンズとかでは有名な人たちがこうで、はい、ですね。これ1年に2回なんですね。1年基本1回です。あ、基本1回なんですね。もう18年ぐらい歴史があると。そうです。雑誌 の, なんかそのご紹介も軽くいただければ。最近すごく韓国でもライトニングなんかはファンがすごい増えてくれてると、はい、ライトニングの韓国語版を出せないかなんて話をよくもらうんです。あ、そうなんですね。検討してるんですけど。はい、面白いですね、それ。稲妻フェスティバルを韓国でやると面白いですよね。あ、そうですね、ライトニングのアーカイブとかもやっぱお店に必ず置いてますね。すね、素晴らしい編集力と情報力と探求力、これはやっぱり本当素晴らしいものがあるので、ぜひ皆さんライトニングクラッチマガジン、そしてセカンド、よろしくお願いします。ぜひ見ていただけ、これ言葉か分からなくても楽しいですもんね。そうですね、特にたあのクラッチマガジンなんかはブランド名は全部のアルファベット表記してるし、ね、分かりやすいかと思います。お忙しいのにありがとうございます。ご時間いただいて、いえとんでもないです。今日の松島さんでございました。こんにちは、ね、はい、ありがとうございます。はい、すみません。おお、ほうほう、そういうことはないんですよ、ね、これはイギリス軍ですね。これは1950年代ぐらいのカウチンセーターで、はい、1940年代の、はい、アメリカ海軍のデッキパンツ N3A N3B。 なるほど、これはすごい。